始まるぞ。つまりご自身で定理や公式を作ったと。それ以外に何があるんだ。素晴らしい。失礼しました。では今のを踏まえた上で結果を申し上げますが、この回答は不正解です。ん、何だと。この回答は不正解とさせていただきます。おい、冗談をそのバカみたいな国旗マスクだけにしとけ。国旗マスク。的確な指摘です。確かに私の証明が間違えてると言いたいのか貴様。はい、大変斬新な回答でしたが、協議の結果、この証明論文にはまだ発見されていない定理や公式が多数使われており、現段階でそれが全てが正しいとは断定できないという結論に至りました。途中に誤りがある以上、この証明論文が正確だとは言えません。誤りだと？誤ってるのは貴様のマスクだろ。厳選なる調査の結果です。何が厳選でヘンテコマスク？言葉の意味を理解して使っているのか、愚物が。いや、ご自身が作られた公式や定理が正しいという根拠。私が作った。それが揺るぎない根拠だ。どう思う？どう思うとは？え、いや、どっちかが間違えてるわけや。どっちが間違えてると思う？確かに北条ひなみの証明論文にはまだ見つかっていない定理や公式が多く使用されていますので判断は難しいと思います。加えてその新しい定理や公式自体の証明はほとんど書かれていないので、国旗マスクの主張は間違いではありません。マスクですが、そもそも彼女の証明論文は未だかつて人類がたどり着いたことのないものであり、一見簡潔に見える今回の回答ですが、その実内容は非常に入り組んでおり、複雑かつ難解なものです。私のような大変優秀な AI なら話は別ですが、一回の国旗マスクに完璧な判断が下せるとは思えません。国旗マスクねえ、気に入ったんかそれ。ねえ、一回の国旗マスクって。どちらにせよ一つずつ検証していくには膨大な時間がかかりますので、現段階では判断できかねるというのが正しい返答かと。じゃあ不正解って断定するのはおかしいってこと？はい、何か思惑があるのは間違いありません。ああ、足がしびれた。ああ。